こんにちは、授業準備 TV の梅子です。プログラミング学習にご興味をお持ちの先生に向けて、先日はプログラミングとコンピューターの仕組みについてご紹介しました。まだご覧になっていない方はぜひ概要欄からご覧ください。今回はプログラミング能力検定協会の飯坂さんとともに、授業で使えるチャット GPT についてご紹介します。ぜひ最後まで見て、日頃の授業に取り入れるための参考にしてみてください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。またプログラミング能力検定の YouTube チャンネルでは、授業作りにも役立つプログラミングの知識が学べる動画を投稿しておりますので、ぜひ概要欄よりプロ研のチャンネルもご覧ください。今回はチャット GPT の紹介をしていきたいと思います。まだ使ったことがないという人はぜひこの動画を見て、どんなものか体験してみてくださいね。ではまずは検索エンジンでチャット GPT を検索します。最初に出てくるチャット GPT をクリックしましょう。はい、このように英語のサイトになりますが、スタートナウのボタンを押してください。これでもう、はい、チャット GPT が使える状態です。はい、で実は有料版は、より性能がいいんですけども、お試しで使う分には無料で十分でしょう。で、チャット GPT はその名の通りチャット形式で会話をしながら AI を使っていきます。じゃあ初めに、カレーライスの作り方を教えてと入れてみましょう。はい、カレーライスのレシピが出てきました。はい、実はチャット GPT はネット上の情報を大量に学習していますので、公開されている情報であれば何でも答えてくれるんです。これ便利ですね。はい、検索エンジンと同じようにもう使えると思います。はい、で次にじゃあ日本の歴史を教えてと入れてみましょう。はい、歴史を教えて、はい、すごい出てきました。しかも時代ごとに、そうですね、ずらずらとしっかりとまとめてくれてます。はい、見やすいですよね。はい、このあたりのまとめ方というのも最新のバージョンではとても進化してますよね。はい、ではここからチャット GPT の特徴に入っていきます。この内容をもっと分かりやすくまとめてと書いてみましょう。はい、はい、もっと分かりやすくまとめて、あ、さっきよりだいぶシンプルにまとめ直してくれました。そうですね、はい、はい、ではさらに、10行以内でお願いと打ってみましょう。10行以内にお願い。はい、できましたね。すごいですね、10行以内にまとまりました。はい、このようにそれまでの会話を覚えててくれるので、どんどん自分が欲しい内容に簡単に近づけていけると思います。でこのようにすごく便利なチャット GPT なんですが、注意点としてはハルシネーションといって正しくないことを言ってる時があるんですよ。そうなんですか。はい、でこの AI っていうのは実は会話の意味は全く理解していなくて、ある単語の次に来る単語というのを確率の高いものをこう想定してくっつけてるだけなんですよね。なので内容が正しいかどうかは全く保証してくれないんです。なのでその前提で出てきた内容を踏まえて、最後は人間が正しさを確認したり微調整を行うことで、いろんな作業を効率化できるという使い方になります。次回以降は授業で使えそうなチャット GPT の使い方をご紹介していきたいと思います。いかがでしたか。本日はチャット GPT の使い方をご紹介しました。ぜひ授業での子どもたちへの指導にお役立てください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。プログラミング教育に興味を持っていただいた方は、ぜひ概要欄よりプロ研のチャンネルもご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。